日本東京都文京区、根津メズは、東京都文京区の町名。現行行政地名は、根津1丁目及び、根津2丁目。郵便番号は113-0031。根津神社、東京メトロ千代田線根津駅が所在する。中央忍ばず通りが走り、その西側が1丁目、東側が2丁目となっている。 本郷や上野にも近く、交通の便は良い。町域の元は根津神社と門前、徳川綱重の屋敷地で、綱重の屋敷地は後に、旗本の居宅街となった。門前にできた、岡場所は、根津遊郭と呼ばれ栄えたが、明治時代になり、東京帝国大学の近くにあることが問題視され、1888年に遊郭軍が須崎へ、 強制移転させられ色町としての町は消滅している。1965年4月1日、住居表示実施。根津須賀町、根津清水町、根津藍染町、根津片町、根津八重垣町、根津宮永町、根津西塚町の全部に、向ヶ丘弥生町の一部を合わせた町域を、根津一町目、根津二町目に分けて、現行の、根津となった。地形由来と、 神社由来に分かれる。神社由来説は、もともと、駒込千田木の団子坂上に位置していた、根津神社が、徳川家信のうぶすながみとされたことから、宝永三年に現在地であるもと、甲州藩士も屋敷の地に遷座され、以降この一帯が、根津と呼称されることになった、とするもの。なお、根津の由来も諸説あり、不信言言。 ネズミから来ているとも、山と竹が、ネズ神社を創建した際に、ここは、国の根、国のつたりと語ったからだともされる。一方の地形由来説によれば、その名は古く、忍が、丘、向こうが丘と海との付け根の位置にあり、船着き場であったことから、港の意味を持つ、津を合わせ地名になったと言われる。本国史でも、諸説紹介した上で、神社由来説ではなく、 本説を最も妥当な説としている。読み方であるが、頭にアクセントを置いた、ネズと、周辺では発音されており、ネズ駅の車内放送もこれに則っ,っている。2019年8月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。都営バス、ありがとうございます。